塩坂です。今回はですね、 SBI と Yahoo が提携で経済圏の創造へというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。でまずそもそもネットっていうのはどういう特徴があるかっていうと、一言で言うとやっぱりね、経費がすごくかからないということがあるんですよ ね。例えばその普通のリアルのビジネスで、ね、何かお店をやるってなれば、ね、例えば家賃がかかるとかね、電気ガス水道代がかかるとか、まあ、いろいろ内装のお金とかですね、まあ、いろいろお金がかかるわけですけど、商品を製造したり提供するためにかかる、ね、その経費というのがとにかくかからないわけですよね。ものすごくそのリアルに比べれば、ね、ほとんど低価格もしくは無料で商品を提供することができるという特徴があります。基本的に小さな経費で商品を提供できるということは、まあ、企業としてはやっぱりね、その商品の価格っていうのをこう、ね、下げていきやすいんですよね。でしかもやっぱりこう今度は販売者じゃなくて今度は消費者の側からすると、やっぱネットっていうのは基本なんか無料で使えて当たり前だっていう、そういう認識もあるので、商品価格っていうのはどんどん下落していきますし、簡単に言えばもうね、ネット上で提供される商品とかサービスっていうのは無料化していくということになるわけですよね。ただし全ての商品全てのサービスを無料にしたら、これは企業はビジネスとしては成り立たないんですよね。なのでどこかはね、結局有料という形でお金を受け取るということをしないといけないわけですけれども、ね、そしたらこうネットで、まあ、相性がいいものっていうのが2つあるんですよね。1つは広告、そしてもう1つは金融ということになります。まずはじゃあ広告からいきたいと思うんですけど、広告は何が相性がいいかということなんですけれども、これは一つことで言うとこう、ね、計測がしやすいと。プラン、ドゥ、チェック、アクションですよね。仮説を立てて実行して検証して改善をしていくっていう、この PDCA っていうのはすごくやっぱりネット上の広告っていうのはやりやすいわけです。でこれはネットの広告じゃなくて、ね、別の広告、例えばテレビ CM、テレビ CM、テレビコマーシャルって言った時に、ね、例えばじゃあテレビ CM を、ね、15秒間ね、製造作って、そして実際に、ね、テレビで流すと、15秒 CM をテレビで流すと、で経費が5000万円かかりましたと。じゃあその5000万円経費をかけてテレビ CM を流した時に、この5000万円かけたテレビ CM で一体どれぐらい売り上げが上がったのか、そもそもそのね、お問い合わせが増えたのとかお客様になってくださったのかっていうのは、まあ、はっきり言って計測するのはほぼ無理なんですよね。まあ、そうすると、まあ、はっきり言ったら、ね、テレビでコマーシャルを打つとか、ね、もしくは、ね、新聞で、ね、なんか広告を打つっていうのはかなりこうギャンブル的な要素があるわけですよね。そのテレビ CM を打ったから売り上げが上がればいいんですけど、全然売り上げ上がらなかったですっていうことも当然起きうるわけなんですよね。ところがネットの場合はこれがすごくやっぱり計測がしやすいんですよね。ネット上にデータが全部あるので、全部その文字とか数字でデータを取ることができるので、企業からすると例えば今回だったら Yahoo とかに広告を出稿しやすいわけなんですね。だからどんどんその企業が Yahoo に広告を出稿して、ね、どんどんその広告を改善して、ね、いい広告にしていくことができるということです。 Yahoo はひたすら無料でいろんな商品いろんなサービスを皆さんに使っていただいて、ここにものすごくたくさんの人を集めていて、ここに人がたくさん集まってるんで、ある別の企業がではここの人が集まってる Yahoo に対して広告を出したいと、ページをホームページっていうのをこう Yahoo にね、載せた場合に、じゃあそれって何回クリックされたのかとかね、何回表示されたうちの何回クリックされたのかと、でクリックしたお客様のうちの何パーセントの方が実際にお問い合わせしてくださったのかとか、で実際その後お客様として購入してくださったのかっていうのを全部、ね、データとして取ることができるわけですよね。でデータで取ることができるということは、その数値を見ながら改善していくことができるので、どんどん企業は、ね、制約率の高い広告っていうのを出稿していくことができるわけです。まあ、ある意味そのね、広告出稿というのがこう、ね、ギャンブルとか博打的な要素じゃなくて、科学的に改善し続けながら科学的にこう、ね、制約率を上げて売り上げを上げていくということができるんですよね。だから広告とネットっていうのはすごく相性がいいということが言えます。でもう一つですね、今度は金融、これは SBI の方ですけれども、 Yahoo が広告収益モデルだったわけですよね。 SBI っていうのは今度は金融っていうので、結局ネット証券で1番というのを、まあ、取ったわけですよね。証券で、ね、1番は野村ですけれども、ね、ネット証券で1番は
SBI ですよね。そしてそのネット、野村と SBI というのはもうね、証券口座の数っていうのがもう SBI がもう少しで追いつこうっていうぐらい、まあね、伸びてきてるわけですけど、まあ、結局ネットと金融っていうのがすごく相性がいいっていうのに一番最初に気づいたのが SBI だったということです。で、金融はなんで相性がいいかっていうと、ネット上のデータとしてのお金っていうのはすごくやっぱりね、移動が楽なんですよね。早く楽に簡単にお金が移動できるというね、特徴があります。ネットだった場合は。ね、本当になんかこうクリックで、ね、指示したら、ね、A 地点から B 地点までお金をヒュンと、ね、瞬間的に移動させるということが、まあ、ネット上だったらできるわけですよね。お金を移動させるのがすっごい難しいってなると、ね、当然そのお金の移動回数は減りますけれども、ネット上だったら本当にね、もう何秒とかっていうのでお金がどんどん移動していくことができるので、ということは全世界でお金の移動の回数っていうのが圧倒的に増えるわけですよね。でお金の移動回数が圧倒的に増えれば、その移動回数のたびに、ね、その送金手数料とか決済手数料ということで手数料を設定すれば、たとえ1回1回の手数料は、ね、すごく金額が小さくて、例えば1回の手数料100円とか1回の手数料200円とかだったとしても、何せ回数が多ければ、結局塵も積もればじゃないですけれども、結局その、ねね、仲介に立っている金融業者っていうのはその取引手数料ですよね、決済手数料とか、ね、取引手数料で、まあ、かなりの金額の収益を上げることができるわけですよね。でこの2社が、SBI と Yahoo というのが提携して経済圏を作るということになるわけです。だからここに Yahoo という、ね、すごくこう、ね、日本でも、ね、最大級の、ね、こうサイトがあったりするわけですけど、だから Yahoo には、ね、無料で、ね、サービスを使いたいという、ね、そういう人たちがいっぱい集まっているわけです。でここに、ね、今度は、ね、SBI の金融という仕組みが入ってくることによって、ね、今度はここの中でもうお金の移動っていうのがね、すごくこう活発に行われるということで、まあ、経済圏が作られていくという、まあ、ニュースになるわけですよね。なので、まあ、SBI が Yahoo と提携するメリットっていうのは何ですかって言ったら、やっぱり Yahoo は、ね、ものすごく膨大なデータ、特に顧客情報っていうのを持っているので、その、ね、膨大なデータ、そしてここに顧客がたくさん集まっている、見込み客がたくさん集まっている、そして Yahoo の、ね、持っている、ね、顧客情報っていうのを、まあね、相乗効果で、ね、利用させてもらうことができるという意味で SBI に、ね、とってはすごく大きなメリットがあって、で Yahoo にとってはやっぱりこうネット証券一番の SBI が持っているその金融の技術仕組みシステムですよね。セキュリティまで含めて、そういった、ね、技術とか仕組みシステムっていうのを、まあね、提携することによって使わせてもらうことができるっていう、まあ、メリットで、まあ、組ん で、そしてこの Yahoo の中で、ね、インターネット上に大きな一つの経済圏を作っていこうという、まあ、そういうニュースになるわけです。でこれは結局 SBI と Yahoo が手を組むことによって、まあ、楽天を追いかけてるっていう感じなんですよね。楽天は結局ですね、この経済圏というモデルでは、日本の中ではね、一番こう最大手の方を走っているというような感じになっていて、楽天の場合は、楽天の自社の中に金融という仕組みはもうすでにあったわけですよね。だから楽天はもともと楽天商店街っていう形で、ね、人をいっぱいたくさん集めることができたわけですけど、人をいっぱい集めたことによって、ね、たくさんの顧客情報っていうのを持つことができて、そしてそのネット上にあるたくさんの顧客情報っていうので金融っていうのをすごく活かすことができた。なので楽天っていうのはもともとは商店街でしたけれども、ネット上の、ね、商店街でしたけれども、実際楽天グループの中にはかなり早い段階から楽天証券っていうのがグループの中にあったし、ね、楽天銀行っていうね、実際金融の、銀行っていうのも、まあね、ネット銀行っていうのでも、仕組みとして持っていたし、ね、この楽天証券楽天銀行の流れの中で、ね、楽天カードですよね、まあ、いわゆるクレジットカード、っていうのも発行して いたし、ね、楽天ポイントっていうね、楽天の中の商品サービスと交換できる、ある意味楽天 この、商店街の中ではもうお金みたいなものをもう発行してたわけですよね。ですから、まあ、楽天っていう企業に関してはもう経済圏っていうのをすでにね、かなり早い段階から作るっていうことをやっていたわけです。なのでもうほぼほぼ9割以上が、まあ、楽天は楽天経済圏っていうのをまあ完成させてるわけですよね。まあ、なぜ 100% じゃないかっていうと、まあ、これがまあやがて、はい、楽天コインという、ね、仮想通貨、楽天が発行する独自通貨、だから楽天コインというのを発行して、まあ、楽天ポイントが楽天コインになり、そして楽天がもう、ね、自社の、ね、経済圏の中で自社の独自仮想通貨というのを流通させることになると、もうこれ完全に楽天経済圏というのは完成するということになるわけなんですけど、まあ、それを一生懸命 Yahoo が今度は SBI と組んで、もしくは SBI が Yahoo と組んで、まあ、一生懸命それを追いかけているというような状態ということになるわけです。
けですよね。なので、まあ、この、ね、今構図っていうのが理解できたら、あとはその時代の流れとしてはやっぱりどうしても伸びていく、ね、インターネットっていうのはこれからもどん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 普及していくし、ネットっていうのはもうね、全世界の中でこれからもどん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 普及は進んでいくし、そしてその流れとしてやっぱりね、ネットと相性がいい広告とか、ネットと相性がいい金融っていう、こういうこの辺の分野っていうのも今からも確実に伸びていくし、そして各企業団体が、ね、企業がね、どん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 独自経済圏っていうのを作っていくっていう流れもあるので、ね、基本的にはだからこういったところに名前が残って乗ってくる企業っていうのは、これからの成長っていうのが非常にね、まあ、期待されるような企業っていうのは名前が載ってくるわけですけれども、じゃああえてね、じゃあどこかに、まあ、投資案件として検討するということであれば、ね、じゃあその付加価値ですよね。じゃあ楽天とヤフー経済圏で、ね、どういう違いがあるのか、どこにその差別化の要因があるのかとか、ね、例えばヤフーと SBI が手を組んで経済圏を作るとしたとしても、じゃあその楽天と比べた時に何が価値なのかっていうのを今度は、ね、見抜いていって、ね、もし、例えば楽天に投資するとかヤフーに投資するとか SBI に投資するっていうのであれば、その差別化の要点ですよね。これ楽天は楽天で経済圏を作りましたと、ヤフーはヤフーで SBI と組んで経済圏を作りましたと、ね、それでもし投資対象として検討するというんだったら、じゃあ差別化の要因は何なんだろう、楽天にあってヤフーにないものとか、ヤフーにあって楽天にないものとか、そういう差別化の要因とか、どこに価値の違いがあるのかっていうのを見ていくことによって、ね、伸びていく産業の中でも特にどこに、ね、資金を投じていくか、投資していくのかっていうのが、まあ、見えてくるというお話になります。はい、もし今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガをご登録ください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。